保存率に関しても 2% 弱ぐらいの感じではいたんですけれども、ちゃんと戦略的にやるようになってから保存率も上がってきたっていうところで、 LINE リスト数なんかも今月に250人とか無料集客だけで取れるようになってきています。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ということで今回はインスタ集客6日で746万売り上げた秘訣についてですね、実績者の江藤さんと一緒に動画ねお届けしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では現在の業種活動内容を教えていただけますでしょうか。私は江藤さとみと申します。ママ起業家のためのインスタライン集客×売り上げアップ専門家として活動させていただいています、うん、本当にもうママ起業家さん向けのマーケ講座をメインにね活動されていらっしゃっていて、ご入学のきっかけとか決めっていうのもしあれば教えていただけたと思うんですが、はい、もう私はライブでもよく言わせていただいてるんですけど、もともと大ファンでっていうところが、私のこの全身ここに入る前っていうところが田尻彩子さんっていう先生がいらっしゃるんですけども、その方と本当に私大好きで、そこでずっと目指してどんどん自分の中でも月収1000万ってところまで行かせてもらったんですが、そこの中で修二さんもよくコラボライブなんかもされていて、修二さんの人柄だったりっていうところはもともとすごくもう大好きな中で、マーケティングの中でも本当にプロっていうところで、次にこの彩子さんのところ卒業したら絶対に入学するぞってもう決めていたので、元から決められたっていう、はい、言ってくださいっていう感じで行かせていただいた感じです、ね、まあ、もともとねもう売り上げは結構あったと思うんですけど、やっぱもう一回インスタを極め直したいというかですね、思われた理由とかって何かあるんですか、はい、ストーリー一つにしても今ってストーリーですごく大事だよと言われていて、実際に学んではいたんですが、戦略的にやるというところに関して閲覧数がなかなか上がってこないっていうところが悩みでした、うん、あとはライブも定期的にはやっているんですね、私毎週水曜日の21時半からはやっていたんですけれども、なかなかその視聴者さんっていうのが濃い視聴者さんが来てくださるんですけれども、やっぱり自分の中で数字って見た時に、周りの方が主人さんと声で習っている方とかも70人100人とかっていうところまで来られているっていうのを見た時に、何が違うのかなっていうのは言語化ができなかったんですね。なのでその辺しっかりとまた改めて学んでいって、自分の生徒さんたちにもそれを伝えていきたいと思ってきっかけになりました。確かにね、受講生さんにもさらに最初のノウハウを常にアップグレードしていくっていうところで、はい、まあ、入学後の今度変化ってところもね、まず売上面とか聞いていきたいと思うんですが、私自身は自分の暇時間を使って子供時間最優先しながらやらせていただいてるんですね、うん、なのでこちらでも習っている通り、その LINE の配信なんかもテクニックがあって、きちんとそのマネタイズしたい時にやっていくっていうところで、今回もゴールデンウィークがあったので、ここをきっかけにですね、この5日間6日間っていうところでしっかりと意図して前もって準備をしていく、インスタの中でもきちんとストーリーズ戦略とそこからライブに掛け合わせたりとか、自分の中でこれ掛け合わせマーケティングっていうところが作り出すこともできたんですけれども、一つ一つの意味っていうものを考えながら戦略的にやっていくことで、ちゃんとこのマネタイズしたい時にできるようになったっていうのが大きな変化でした。なので、ありがたいことに3日間で461万、5日間で641万、そして6日間で746万円までをただ月初の段階で取ることもできるようになったっていうところが本当に大きな変化かなと思います。すごいですね、3日で461、はい、5日で641万、はい、6日で746万っていうね、はい、もうこの数字見ただけでも結構えげつない数字なんですけども、上げることができたっていうところでですね、まあ、しかも1週間でね、はい、これだけの売り上げを上げることができた、まあ、そういった秘訣だったりとか、特にその、はい、今回インスタグラムで言うと、まあ、ストーリーズだったり、まあ、保存数、リールとかね、ライブ戦略とか、まあ、それぞれちょっと聞いていきたいなと思うんですが、はい、で今ですねこちらに出ている通り、まあ、江藤さとみさんですね、今 1.4 万人ぐらいフォロワーがいらっしゃっていて、でこのインスタでね、はい、メインで活動されていらっしゃるんですが、まず特に今回ね決め手だったそのストーリーズ戦略でなんか意識されたポイントとかも教えていただけますでしょうか。ストーリーズの方ではやっぱりこのスモールアクションだったりとか、あとは質問箱を使ったりっていうところを昔からはやってはいたんですけれども、次につながるような意図した配信作りっていうところをすごく心がけていて、はい、今までは投稿に関しては本当にたった一人の届けたい人の役に立つ情報っていうのをしっかりと入れていたんですが、その中でまさにそのストーリーズローンチってここでの下野さんのところで学ばせていただいているやり方なんですけれども、例えば何にあなたは興味があるっていうのもただ何にじゃなくって、より詳しく例えば3ヶ月で100万円売り上げるマーケティング術だったりとか、ストーリー戦略で売り上げ10倍にするやり方とか、本当により具体的な内容を入れて自分の中で事前準備をしっかりとして、その中で配信をすることですごく反応も取れるようになってきて、意味のあるストーリーっていうものを作れるようになりました。なので意識的にストーリーズのいいにしてくださる数とか、そのコメントをしてくださる数っていうのはすごく増えてきたことによって、ライブにもつながることができたのかなっていうところで、まさにその響く、そして役に立つっていうところをしっかりと入れていったっていうところになります。じゃあその結果のライブ戦略っていうところにもね聞いていきたいと思うんですが、同時接続数とかやっぱ増えましたかね、はい、すごく増えました、コラボに関してはもう100人近くにはな
なってきていて、うん、ゲリラライブでもそもそもが20人とかゲリラだったら来ればよかったなっていうところが、ありがたいことに40人から50人とかも来てもらえるようになったりとか、確かにこのストーリーズ閲覧数をやっぱ最大化していくっていうところがね、実はライブの視聴者数を増やすための秘訣でもあるんですけど、まあ、こことここはやっぱリンクしているし、普段の投稿の保存数とかもどんな感じでしょうか。保存率に関しても本当にお恥ずかしながらもう 1% いけばいいとか 2% 弱ぐらいの感じではいたんですけれども、ちゃんと戦略的にやるようになってからっていう、その戦略って何かっていうと、今までって私割とこう踊り入れとか変顔したりとかそういうのは多くって、今でもそれは続けているんですけれども、やっぱりそれだけじゃなくって、例えばライブの切り抜きを使ってみるとか、きちんとその内容っていうものを、濃い内容買った人に届けたい人の本当に欲しい情報っていうのをしっかりと戦略的にやっていくことで、どん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 閲覧数自体っていうか保存率も上がってきたっていうところで、実際にフォロワー数がそんなに増えてはいないんですけれども、中身の濃い意味のあるような投稿になってきてるのかなっていうところで、おかげさまで、LINE リスト数なんかもすごくガンと増えてくるようになって、今月に250人とか無料集客だけで取れるようになってきています。で、特にそのリールとかでは、昔は結構まあ踊る系のリールとかを結構上げられていて、まあ、そっちの方が多分再生回数的にもね、他の人と違うことをやっていたってところで反応取れたと思うんですけど、逆にライブを切り抜きにしてちょっと内容濃いめの内容にすると、まあ、マス受けはしないんだけど再生数は下がるけど濃い人に届くみたいな、そういう教育力がねやっぱあるのがライブの切り抜きリールだったりするので、コメントが変わってきました。やっぱり、あ、なるほど、どういうコメントが来るようになってしまった。すごい本当に分かりやすいですっていうところも、ただ分かりやすいんじゃなくって、うん、具体的に例えばエビングハウスの忘却曲線ってこういうことだったんですねとか、うん、相手が響くような内容っていうところが刺さっているんだなっていうところが、感謝されるこう割合っていうのがより深いところでの感謝されるようになってきたりとか、うん、ライブを本当に楽しみにしていますっていうお声がすごくやっぱり上がるようになってきたっていうところで、私も自信になってきました。主人さんのところで習っているところの戦略的っていうところの本質を知ることによって、もっと自信が出てきて自分の色としてそれを出せるようになってきたりとか、あとは一番最初に本当に徹底的に直接主人さんがコンサルもしてくださって、すごく私の中でもまたそれも前に進められたんですが、どこがうまくいっていてここは改善した方がいいよっていうのをゼロから立て直してくださったんですね。そこの中でやっぱり一個すごく大きかったのが、まさにプロフィールのところを変えていたっていうところと、あとはプレゼントを出す時の画像のしっかりしたやり方だったりとかあれですね、あとすごく大きかったのが、ライブにしても私定期ではやっていたんですけども、やりすぎも良くないけれども、もうちょっとプラス1は積んだ方がいいかもねっていうところで、ゲリラとか1個やってみたらっていうところで、私の中でやっぱり毎週水曜日はやっていたけれども、ちょっとハードルがぶっちゃけあったんですよね。だけれどやっぱりやっていく、何でもプラス1していくっていうことは大事だなと思って、そこもまたトライアンドエラーでどんどん進めるきっかけになれたので、ありがとうございます。とんでもないです、はい、やっぱライブの回数をねさらに1回増やしたっていうだけでもね、そこから集客できたら正直集客数がね 1.5 倍とか2倍増える可能性もあるので、あとね結構インスタ系でもすごいいろいろねポイントとかノウハウお話いただいたと思うんですが、最後なんか LINE の配信とかでもなんか変わったこととか、なんか意識してることとかもしあれば。 LINE の配信に関しては、今まではちょっといいですかとか、ちょっとこれ見てくださいばっかりだったんですよ、はい、でもそうすると周りの人とやっぱり最近埋もれてきちゃってるなっていうのは確かに感じてはいたんですが、でもどうやって打ち出せばいいのかっていうところは、徹底的に実は修二さんの私はモデリングさせていただいていて不在着信みたいな、何これみたいな、もう思わずびっくりしちゃうような、やっぱりこう最先端の技術っていうものはこういうことなんだなと思って、すごくそこも意識的な一文目っていうのを今は作らせてもらっています。まあ、LINE の配信ってやっぱ開封率を最大化まずさせないと見てももらえないので、どうやったら開封してもらえるのかなっていうね、そう一文目だったりとかね、衝撃でした衝撃でした、まあ、ここに関しては本当にね、もう概要欄にね、江藤さんの LINE も貼っておくので、江藤さんの LINE もねぜひ参考にしていただけたらと思います。 ありがとうございます。入学して改めて良かったこと、もともとマインド自体は結構上がってる方だなと思ってたんですが、ちゃんと正しいスキル間違いのないものだっていうのが、学習ルームなんかもすごく充実したものをサイト作ってくださっているので、これでいいんだこれでいいんだの一つ一つの答え合わせをすることによって、うん、もっともっとさらに自信が出てきて、こんな商品売れないわけはないよねっていうぐらいの、うん、今は本当に自信を持つことができているっていうところがすごく大きな違いかなっていうところと、あとはやっぱり修二さんの人柄がさらに入ってみて間違いなかったっていうところで、私本当に生徒さんにも言っているんですけれども、一番はご相談をするときに、普通だったらご相談ありがとうございますって出てこないと思うんですよ。でも私は一番最初の時に結構な長文をちょっとご相談させてもらった時に、もう嫌な顔一つせず、ご相談ありがとうございますって、この言葉をやっぱり聞いた時に、私これは真似させていっていただこうと思ったのと、すごく衝撃だったのと、あとは入ってすぐだったので間違いないところに来れたなっていうところが私の中で大きな変化です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。では最後ですね、今回の動画を見て自分自身もやっぱ一歩インスタを始めてみたいとか、一歩踏み出していきたいけど、ま
なかなかちょっと一歩踏み出すのが怖いっていうね方もいらっしゃると思うんですが、そういった方に向けて何か江藤さんからも一言お言葉があれば。修士さんのところはですね、生徒さんの実績もさながらなんですけれども、一緒に高め合える本当に環境づくりってことを本当にしてくださっていて、皆さんと定期的に会える機会っていうのはすごくものすごく大きいんですね。なので、うんうん、そこの中で一緒に高みを目指せられますし、本当にノウハウの部分、こことここをやればいいんだよっていうのを、私みたいなすごくポンコツでも小学校3年生でも本当に分かりやすく教えてくださっているので、ぜひすごく悩んでる方っていうのは情報を取りに行くだけでも第一歩だと思うんですね。で、修士さんとかありがたいことに本当にセミナーなんかも毎月のようにやってくださっていますし、無料でも受けられたりする機会っていう窓口を設けてくださっているので、ぜひ本物のねマーケティングを学んで、きちんと売り上げにつなげていきたい、そして本物の自分の商品作り、愛しているものを本当に必要な人に届けていきたいっていう情熱がある方は、正しいやり方っていうのはもうどこ行ってもちゃんと一回も学ばなきゃいけない部分かなって私は思っているので、まさにこのレバレッジですね、小さな努力で大きな成果を上げられる最高の場所になっているので、ぜひ一歩踏み出されるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。では最後ですね、概要欄の方に江藤さんのですね LINE 公式アカウントと、あとインスタのねリンクも貼っておりますので、じゃあ特に江藤さん LINE の配信も上手なのでね、結構参考になると思うんですが、さらに今だけ LINE 登録いただくと、はい、3ヶ月で7桁達成するためのインスタスタートアップバズリールストーリーズ戦略23大特典っていうですね、ものすごい数の特典がね受け取るということですので、ぜひこちらも LINE 登録していただいて、江藤さんね LINE チェックしてみていただければと思います。ということで江藤さんね、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐに申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。